はい、どうも、マナマンです。この試合に勝てば、レート900の可能性があります。相手のメンツは結構すごいね。ですけど、名前が、あれだね。なんか、コンピューター戦でよく対戦しそうなチーム。なんたらと愉快な仲間たち。なんか、コンピューターでよくそんな名前のチーム、対戦した記憶があるんですけど、その人かな。メンツがやばいね。メンツがやばい。待望の一戦、クラシコ。レアルマドリー対バルセロナ、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。オフェンシブにして、ね。前半キックオフです。レアルマドリー対バルセロナ。スペインのトップクラブ同士の因縁の激突です。パスコースを常に優勝争いを展開する2チームの意地と意地がぶつかり合い、スタジアムは最高に盛り上がります。解説ナナミさん、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。ナナミさん、本日はよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。危ね。よし、さあこう、さあ走らせて、こっちスルーパス、いや無理か。ライテンス欲しい。クリア。取れるでしょ。うわ無理か。ポジションがな。ズラタンがミッドフィルダーでやってるっていうのはちょっと怖い。クリスティアーノ・ロナウド。長いボール裏へ落とす。このボールが繋がります。オッケー。クリスティアーノ。いやミスった。しかし飛び出しのタイミング。オッケーでした。大丈夫でした。怖い怖いな。ベイルとか前の選手がまずすごい。チームスピリットも高いからね。チャンス上がっていきます。どうだ、シュート。いやー欲しい。これはいい位置で奪ってのシュートでした。さあ前半最初のコーナーキック、目標に上げるだけ。いやもう一度来た、来い。よっしゃいー、先生先生、これはでかい、これはでかい。今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。おい、今のいいところ見ましたよね。パスできる。覚えたらどうするかっていうことをあらかじめイメージしているからこそあそこにいられるんでしょうね。くそ、ミドル決まんねえな。さあバルセロナ早くも先制しています。よいしょ、この時間帯でゲームが動いたということはこう、よっしゃ2点目。 OK、 追加点が決まりました。これで差は2点。 OK でしょう。ここでフリーで打たせてはいけません。パスを出すタイミングが絶妙でしたよね。ボール取りに来ないか。ミドルが結構打てますね。さあバルセロナ、やばい、やばい。もう1点取るとさらに楽になる。いやー今のは止めれんわ。ここで増やせる。行ってくるコースが分かってるっていうか、ね、マニュアルキーパーにすればいいかっていう、結構タイミングが難しい。オッケー、開けてくれるのがありがたい。下がってくれる人がミドル落ちますって。いやこれは速いシュートでしたね。かなりのボールスピードでしたからね。そうですね、キーパー分かっていてもなかなか止められないですよね。はい、階段道のボールを下げる。リードを広げます。これで多少余裕ができましたからね。はい、アイデアのあるトリッキーなプレーが期待できるかもしれませんね。そうですね、チャンス。味方を走らせるコースが空いたか。突破されましたね。追加点バルセロナ。コンピューターの時は別にボロボロにやられるけど、これはちょっと余裕が足りなかったでしょうか。まあ、さすがにオンラインでは非常にうまかったと思いますね。強かった、まあ、この数か分からんけど。いやーミスった。2点目のゴールです。さあバルセロナ3ゴールリード出ましたね。
これは日本狙ってきた、決めた。バルセロナ全く手を緩めません。ループを決めていく。狡猾にもループシュートを決めてきました。いや、さすがに無理か。さすがに無理だ。さあバルセロナ上げてみよう。下げて。さあどうしようか。32分を過ぎたところです。オフサイド。スルーパス。オフサイドです。ありがたい。縦に行ってたら間違いに蹴られてた。よいしょ。前線へのボール。ゲッツェ、今日得点を上げています。ワンツー、ワンツーは必要なかったか。中谷さん、いかがですか。うおー、止められない。ですね、うん、相手チームはもうちょっとケアしないとやられますよ、ハットリックを。そうですね、絶対も見たいですよね。よいしょ、マジか。ボールはここはクリアします。危ない。サムディオ、ボールはゲッツェ。ちょっとまずいかカウンターまずいか。危ない。おお、旗が上がっています。オフサイドです。危ね。ビダル、まずい。ロナウドがまずい。やばいやばいやばい。クリスティアーノ・ロナウド、すごい。回りました。上がっていきます。裏に味方を走らせる。フリーになった。オッケー。打つ。ゴー。どこまで点差を広げるんでしょうか。ヒールリフト。最後はキーパーと勝負という場面でしたね。この辺の1対1を冷静に負けられない。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。パスのタイミングや受け方やシュート、これもどれを取っても申し分ないですよね。うわ、マジか。この試合でレフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。900いけるかどうか。積極果敢な攻めが印象に残ります。ギブアップしてくれました。はい、900、OK。初めての900台、突入。来ましたね。成績は、こんな感じです。98試合で900いきましたね。まあ、1000まで、あとどんだけかかるのか。4ずつ上がってくれれば、20試合以上か。25試合か。で、いけんのかな、最短。最短でいければ。まあ、どうなるかわかんないんですけど、こんな感じですね。はい、では、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。